カードローナアルパインリゾートはニュージーランドのオタゴ地方罠にあるスキー場である。平均降雪量は2.7メートル。8月の平均積雪量は1.2メートルである。営業期間は通常の場合は6メートル。ニュージーランドは南半球に位置しているため北半球の夏にスキー、スノーボードができる数少ないスキー場の一つである。このカードローナスキー場とスノーパークは オフシーズンのトレーニングを行うために世界各地からのトップアスリートが集結するスキー場として有名である。朝のゲレンデが固くしまった時にはレースチームがポール練習をしパークやハーフパイプが開いてからは有名ライダーが飛んでいる。ワナカとクイーンズタウンの中間にあるクラウンレンジの最高峰マウントカードローナの南東斜面に開けたスキー場である。 25%が初心者コース、50%が中級者コース、25%が上級者コースのゲレンデ構成。ワナカクイーンズタウン地方にある他のスキー場に比べて平坦な地形を活かし、家族連れ、初心者の誘致に力を入れている。近年は北半球から有名なパークメーカーを呼び寄せ、ハーフパイプやテレインパークにも力を入れている。 2010年のバレビューリフトの新設によって、ニュージーランド南東で最も大きなスキー場になった。スノーボードワールドカップなどの FIS の大会、バートンニュージーランドオープン、ニュージーランド大学対抗ユニゲームズなどの大会が数多く開催されている。ハーフパイプが3本あり、テレインパークが大きいため、大会が開催されることによって、これらのアイテムが全面閉鎖になることはまずない。 全部で8つのリフトによって1時間あたり1万人の輸送力を持っている。内訳は2本の4人乗り高速リフト、2本の4人乗りリフト、3本の初心者用マジックカーペット、1本の初心者用ティーバーリフトである。ワナカから車で約40分。クイーンズタウンから車で約60分。最後の10キロメートルは幅の広い砂利道をスキー場まで登っていく。 ワナカとクイーンズタウンにある複数のバス会社がスキー場への路線バスを営業している。基本的に朝7から8時の間にホテルやインフォメーションセンターを経由してスキー客を拾い9時頃スキー場に到着する。帰りは16時にスキー場を出発して17から18時頃に帰ってくるスケジュールで運転される。約6人の日本人インストラクターがいる。 北半球の夏を利用して数多くのヨーロッパアルプスや北米のインストラクターがやってくるため指導レベルは非常に高い。7月下旬から9月上旬までの繁忙期には日本人通訳が常駐し海外旅行保険に加入している人を対象とした無料医療サービスを行っている。怪我によってワナカ町中での医療通訳も手配してくれる。 毎年2月中旬に発売が開始される。2月中旬から3月中旬までは早割りによって通常の半額程度の値段で購入できる。続いて5月末までも割引価格が提供されるが3月中旬までほどの割引率ではない。6月以降は通常価格。スキー場オフィシャルホームページより購入、支払いをした後、本人がスキー場に赴いて、 プラスチック製化を写真付きのシーズンパスと交換する。ありがとうございます。